はい、こんにちは、速稼地区の久保でございます。今日は暗号通貨のことについてちょっとお話ししようかと思いますけども、暗号通貨の価格が下がってね、下がり止まりしたかなと思ったらまた下がってますよね。こうやって暗号通貨の価格がどんどん下がってる時って、多くの方が不安で情報収集し始めるんですよ。で、情報収集し始めると今度はね、もっと暴落するみたいな、そういうニュースに注目してしまうんで、さらに落ちるんですよ。でもよく考えてみてください。なんで価格が落ちるかってことなんですよ。例えば XRP にしてもビットコインにしても、なんでね価格が下がるんでしょうか。それは例えばね、答え一つなんですよ。それは誰かが売るからなんですよ。売る人が多ければ、そこの例えばビットコインなりビットコインの、購入単位っていうのが下がるわけですよね。だから下がるんですよ。ビットコインをみんな売る人の方が多いわけですから。これを売り圧力って言うんですよ。だから不安になればなるほど買えばいいと思いますし、買うお金がなければビットコインを買いましょうみたいなキャンペーンをね、個人個人にしていけば、売り止まると思うんですよ。それで購入者が増えていって値段が上がります。最も良くないのは、値段が下がってるから狼狽して売っちゃうとかね、ロスカットに遭うとか、要するに余剰資金でやってない人がこういうことになるんですよ。あともう一個なんですけども、XRP が200円前後で価格を転換してですね、売りの方に向かっていきました、これはね、なんでそれが起きたかっていうと、それはね、 XRP を、例えば10円とか20円あたりで買った方が利確したからなんですよ。例えば私も42円で買ったわけですけども、結構な量買ってるわけですよ、ね、だって利益で4000万円取りたくて買ってるわけですからね。で、42円で買ってそこそこの量買いましたよ。だから200円弱で190円で決済した時っていうのは、それだけでね、私一人の力ではないですけど、同じように考えてる軍団がいるわけですよ。じゃあ価格落ちますよねだって190円で値段がついてるってことは、190円で買った人がいるってことなんですよ。でも40円で買うのか190円で買うのか、同じお金を持っていても買える量っていうのが42円の方が多いわけですよ。190円だと少ないわけですよ、同じ金額で買ってもね。ということは、42円で買ってそれが値上がりして190円で売った人の売り圧力の方が強いわけなんですよね。その圧力に対抗しようと思うと、190円なり150円でもっと買わないといけないんですよね。例えば今100円前後だと思いますけども、私の42円の購入単価の倍以上のお金を出さなければ、私の売り圧力に勝っていくことはできない、均衡しないんですよね。だから落ちる速度っていうのは速いわけですよ。特に暗号通貨っていうのは、空売りっていうのがほとんどないですからね。空売りがほとんどないような、その株とは違った状況で、基本的には買いしかない市場なんですよ、暗号通貨っていうのね。だから売るのはもう全部ロスカットなんですよ。買う方は買い増しっていうのはいつでもできるんですけども、その売りっていうのがね、なかなか立ちにくいんで、買い上がるその倍速ぐらいで落ちていくっていうのが、そのからくりなんですよね。これ分かりますかね。これ分かんなかったらちょっとね、暗号通貨手出さない方がいいですよ。ていうか、ほとんどの人が暗号通貨手を出さない方がいいと思います。新しいコインとかも生まれてますけども、こんな新しいコインにはもう未来はないですよ。コインなんて、暗号通貨なんてのはね、それこそね、2年3年5年10年でなんとかなるものではなくて、もっともっと長い期間で見て、どういうふうに改善されて、誰の有用性にリタッチするのかってことをきちんと見ていかなくちゃいけないですからね。それこそ私の大好きなカルダノっていうのは、アフリカ大陸から戦略を立てていって世界を変えていくっていうふうな壮大なプロジェクトのもと動いていて、そのまず第一歩がね、やっと済んだところ、ステーキングがやっと始まったところですから。でもステーキングの報酬どこか来るのっていう、そういうふうなね、ご質問をいただきますけども、ステーキング報酬は最初にもう付与するものとして確保されているんですよ。だから誰かのお金から持ってきて、誰かのエーダをこっちへへいってやるわけじゃなくてね、もともとステーキング用に確保してあった、倉庫にしまっておいた体のステーキングした人にポイポイポイってなくなるまでね、付与してるだけなんですよ。ですので、おそらく10年ぐらいしたらこのステーキング報酬っていうのもなくなるんで、ステーキングっていう制度そのものが体のからなくなっていくんじゃないかなっていうところですよね。まあ、ですんでね、今のうちだけですよね、ステーキングに参加するのも。はい、ということでございましてね、最終的には体のを買いましょうって話になって終わりました。体のほど腰が入っている通貨はないと思いますし、ビットコインなりイーサリアムもいらなくなるぐらい体のってのはね、進化を遂げていくと思います。もちろん体の以外のアルトコインっていうのも全く効力を脱するんで、これは私一人の考えですけどね、私は、暗号通貨何を買えばいいですかって言ったら、もう体のそれだけでございます。で、いつ売ればいいんですかって、売らない、もう買っただけ、買うだけでも売らないこと、これだけしか言うことがありません。で、ステーキング報酬をちょろちょろと現金にしていけばいいんじゃないですか。それで十分じゃないですか。ということでございます。いってらっしゃい。